それこそ成川さんとさっき話してたのは、いやこれはお前アドリブだろみたいな多分あると思うんですけれども、あ、僕はもうほとんどアドリブなんだろうなと思って。そうなりますよね。僕もそう言ってやったんですよ。いやいや、全部台本通りだった。絶対なんかタイミング的におかしいのにぶっ込んできてるのか。本当ですか。なんかブンブンのね、若い子、若い、ね、後輩たちがちょっと苦笑いしてるんですよ。あれいきなり入れたね。あのね、ブンブンレッドでいきなり入れたんですよね。あれ、ブンブン、あれは確かに俺が勝手に入れて、うん、そしたら、おお、そう来るかみたいな。そう。あれはソウスケの発想じゃなくて、フルハルクの発想だったもんね。いや、違いますよ。ソウスケ、ブンブンレッドはそういう。だ同じなんだよね。ソウスケとフルハルク。そうか、そうだね。そう、あと、他に気づきました。なんか、一番最後の、はい、絶対後輩じゃおかしいよ。後輩じゃってさ、いじっとるやん、後輩を。ちょっとおじさんっぽさがね、いやいや、ね、これね、言っていいっすか。これは、ちゃんと前回じゃで、先輩じゃっていうのがね、あったんですよ、お話として。そう、先輩じゃあるんだったら、後輩じゃあるだろうってことで、後輩じゃの言葉は、確かに僕が作りましたよ。だけど、ある設定の中から、ちょっと引用させてもらってる部分があるので、ね、あります。でも台本は台本は後輩じゃ書いてあるの。いやいや、ちょっと確認しますね。一応確認してみよう。一番最後のシーンで大事なとこじゃん。そう完全に古原くんの字でじゃあって書いてある。あ、本当だ。先輩も元気でな、うん、それじゃあマッハで行ってくるぜっていうだけでいいんですよ、はいはいはい、そうね。先輩も元気でって言われたら、うんうん、お前もな、ブンブンレッドって言ってます。なるほど、ぶっこんできてますね。完全マジックで書いてあるんですね。これ古原痩せてた文字ですよね。サイズ増やしましたよ。増やしましたよね、そこね。お前もな、ブンブンレッドって言ってた、うん、そしたら、やっぱ突っ込むところが俺が勝手に言ってたからない。だから最後に、あ、いや、ブルレットです、みたいなことがあって、分かってるよ、タイヤっていう感じで、だから分かっててやってるんですよ、ソースは。それ分かってるよ、もうそうなの。な、ほら。いや、それは現場で。それはアドリブっていう。それの現場でっていうのはアドリブってやつだ。現場で。それ、あれ絶対そうだなと思ったから、見てて。あと常識がおかしい常識なんだよね。現場で変わっていくっていうのはやっぱりね。まあまあ、やっぱ現場は変わっていくもんですからね。まあ、積み上げていくもんですからね。そうね。だからやっぱみんなで積み上げていって、最終ああだったっていうか、それだけの話で。それでは、よろしいでしょうか。お願いします。ケーキ、ニューバー。でも、まあ、これは俺ちょっとね、浪川さんに食べさせますよ、これは。さすがに。すごい食べさせる気だけどさ、さ俺もさ、なんかさ、食べたいって一言言いたいの。食べさせてって。すいません、強制です、これ。これいきますね、浪川さん。いやー、どうぞ。いやー、食べられちゃう。あ、いけない。やはりさすがにいけないか。いやー、行った。いやー、飛び出た。飛び出してる。気温になってる。いつも。いやー。お味の方は、お味はね、美味しい、美味しい、お、よかった。いや、ちょっと待って、俺も浪川さん食わせてもらおう。パーしたら、浪川さんお願いします。だからさ、言ったじゃん、食わせてもらうわって言って、どんな天使かも。はい、はい、やっぱ今回、これやったんで、こういうことです。それは台本通りなの。いや、これもアドリブ。いや、現場で、アドリブって言い方がよくない。これは現場で。現場で。はい、現場で。それでは、はい、お返しを、はい、お願いいたします。はい、それでは、はい、レッツゴー。早いよ、情緒が全然ない。まっうまい、おいしい、おいしい、ちょうどいいでしょ。え、いいですね、このフルーツと。そうなんだよ。パンケーキめっちゃ合いますね、これ。確かに甘さと、このラズベリーソースいいですね、これまたね。すげえ良かった。そうだ、スーパーセンターレストラン、ほんとおいしいんで。これ結構高いですね。ね、ほんとに高い。食べましょう、食べましょう。これ溶けちゃうんで、みんなで。あ、アイスがね、添えてあるんだろうね。いや、思ったんだけど、はいはい、そのさ、まるで自分のように使ってるフォークさ、はい、俺のだよ。だって気づいたら、俺ちっちゃいとこ食べるんだよ。自分のように。ほんとだ。あ、何が食べる。あ、もちろん、いや、半分。じゃあ、半分いきますね。いや、さっきさ、ずっと言わなかったんだけど。これさ、メロンソーダ、はいはい、メロンソーダより多分頼むんだけど、はいはいはい、アイス、クリームソーダ、
確かに。じゃあ、貧乏で近くか見ながら溶かしました。そういうことだ。アイス全部乗ってるの？乗ってるやつもあります。乗ってなくていいよ、俺。乗ってなくていい。うん、だって近くか見ながら。メロンソーダがいい。メロンソーダ、うん、じゃあこれでいきますもん。よし、乾杯。これさ、メロンソーダって言うよね。メロンソーダ、あ、うまっ。でも、ごめんなさい、確かに言ってたそれ。でも、ごめんなさい、おっしゃいました。でなんであんなに目の前で間違えるクリームソーダとメロンソーダ、なんか、美味しそうだった多分、うんうん。僕のね、じゃあちょっとお気に入りのシーンっていいですか。うん、まあ、波川さん、さっきね、言葉が出たんですけども、うん、俺、うん、ここの、これツーンってやるやつ。あ、昔俺よくやってたんですよ。やってましたね、はい、でゴーンジャー当時って面白いのが、うん、このねゴーホンからこうやって出てくるホログラムに対しても俺こうやってやったりとかしてるんですけど、うん、監督によって触れたり触れなかったりするんですよ。だから触れる時こうやってやって波川さんがいてとか反応してくれたりするんですけど、こうやってでもスカッて言う気がなんかあったりとか。あ、なるほど。そう、だから監督によって考え方が違う。これは触れるもの触れないものみたいな。そう、これはね、うん、なんでお前エンジンキャストに入ってるのに巨大化しねえんだっていう風なところとかでピッてやるのは俺すごい好きで、さらにその後なんか話は後だっていうセリフがあるんですよ、うん、その後に俺がこうやってこれ入れるっていう、うん、そう、シーン。本当はどこに行く予定だったの？それここに行かないけど。あ、確かに。で、あのこれ、うん、もう特撮あるあるなんですけれども、そういう時はこれ忘れちゃうんですよね。だから例えばこれ持ってて話は後だって言ったらもう分かった行くぜって言ってから、もう次のカップの顔出てるから、この子がいなくてとか、うん、あ、そう、俺がこういう風に持ってたりとかしてて、でこうやってじゃあ行くぜとか言ってやって、そう、始まるみたいな感じなんだけど、これね、スピードルと一緒に変身したかったんですよ。お、何それ、どういうこと。要は一緒に変身したかった。一緒に変身したかった。例えばこれをここに入れたらどういう風になるの。確かに興味あるね。うん、なんか物理的にね。いや、だって、変身後のスーツ、こう、どうこう、こうなってるのかな、これ。いや、さ、変なところにいるなんか思ってた。いや、違和感は感じてたけど、なんでそこに入れたのかがわかんないから、そんな、ただのね、冒険心とか、なんか自分、どうなるんだろうみたいなのを感じ取れないじゃん。それなるほど、そっか。違和感ではあったよ。確かに。そのグラハラ君がいろいろこうあのアドリブで突っ込んでくるじゃないですか。でやっぱり一緒に相棒としてやってる何かさすごく多いと思うんですよ。はいはい、その時にこうあの同じ場面が、はいはい、そういう時ってやっぱ台本通りに行かれるの、それともそれに対していろいろやっていく、変えていく感じなんですか。今回その一緒にいるシーンがそこまでね、うん、その離れちゃってた、はい、最初は、はい、あれでしたけど、まあ一緒に撮ってる時は、まあ、昔からそうですけど、面倒くせえなと思って僕がね、じゃあここに入れるのを何かさ初めて絵で見るわけですよ、うん、そした時に最初何かさ驚いてたの、何にも言ってないぞかってこうで俺がそこでオーダーするわけです。何かさすいませんと、うん、ここにスピードル入れたんで、おーおーおーみたいな声をちょっと入れてくれないかっていうようなことを言ったら、想像するんだっていることがなかったから、それなんだろうこれっていう、初めてのね、そこでオーダーして、でそこでオーダーしたら監督の方からも、あ、成川さん、あの今フララ君が言ってくれたんですけれども、こちらからもよろしくお願いします。正式にね、正式に。だから一応飛び出ていったっていうふうにはなるほど。でそういった意味では、実は今回用に新たに作られたアイテムがあるんですけれども、何だと思いますか？今回のブンブンジャー用に、実は作られたアイテムあるんですよ。宗介が持ってるの、それは。宗介が持ってます。コイン。さすが！ああ、コインが、そうです。そうか。コインなんです。コインって、デザインがこうやって、基本デザインはしたんですけれども、コイン、このくらいのサイズだった、最初。これが、このくらいになったんです、今回。あ、やっぱ新、札が出るように貨幣も新しい貨幣もだから貨幣だから500円が新500円玉になるみたいなただ大きさがちょっとね 1.5 倍くらいになってるんで、今回そのそれがちょっとサイズが大きくなったりとか、でかいね、そんなでかかったんだ。だからこれいつも通りこうやってやるじゃないですか、うん、いつもはめっちゃ飛ぶのに今回全然飛ばないんですよ。確かに大きかったのね。それは結構大変でしたね。ちなみになんですけども、実物あるんですよ。お、これが当時のコイン。あ、当時の、
はい、うわ貴重。あ、軽い、はい、軽いっすよ。え、でこれが今回ほんとだ、ちょっと重い。そう、全然大きさ違くないですか。厚さもね、うん、こんだけ違いますね。分厚さが違うんですよ。違う。まあね、古原くんが 1.5 倍って言ったから、うん、もっと大きいかと思ったけど、あと、うん、飛ぶと思う。いや、じゃやってみて、じゃやってみて。本当に。いや、そうでしょ、それでしょ、違うんですよ。俺、上にこうやって飛ばすんですよ。あ、ね、この高さをくれって言われるんですよ。まあ昔のね。そう。でも衰えを感じちゃうからね。これが限界。今のが限界。そうだよね。ちょっと腕力使ったら格好いいもんね。そうなんですよ。ゆっくり見ていかないと。そう。だから、こう言ったことがね。面白い。割とあったりするんですけれども。俺は分かんなかった。分かんないですよ。みたいな。もういいですね。はい。まあ、こうやってね。まあ、これからもだからね、これ16年経ってる、まあ、20周年がでもちょっとね、見えてきた。ちょっと見えてきたね。どうですか、4年後もしあったら20周年、どうですか。いや、それやりたいよ、スピードル。おー、マジっすか。やりたいです、やりたいです。うわー、嬉しい。スピードルの声が出るよりかね、やっぱまだ整えとかなきゃいけないですよね、うん、そうですね、確かに。そう、でも前回のスピードルめっちゃ可愛かったですからね。ちょっと可愛すぎって言われて、あ、張り切っちゃって、うん、もうちょい男っぽくというか。あー、なるほど、なるほど。そう、なんかあんまり可愛げ可愛くなりすぎないようにしてくださいみたいな。なるほどね。うん、はいはい、に変わってくるんですね。そうなんですよね。だから頑張りすぎちゃった自分がいるんでしょうね。なるほど。どうですか、20周年もしあったら。ねえ、20周年あと4年後ですよね。はい、僕が10周年の時の10 Years After 10 Years グランプリで、うん、エンディングテーマ、Keep Go On って曲を書かせてもらって、作ってもらったんですよ。歌ったんですけど、はいはい、やっぱ20周年にまたそうやってね、うん、ファンの人がまた心に刻めるような曲とかね、うん、作ってこう歌ったりして、で、それをね、古原くんとか、さんとかみんなでイベントとかできたらね。あ、確かにいいですね。そこでお祭りで20周年みんなで祝って、うん、そこで歌いたいな。はい、いいですね。確かに。やっぱデカレンジャー20周年今やってるし、カグレンジャーが30周年やってるし、すごい、はい、で、うん、去年はアバレンジャー、そしてハリケンジャーがやったりとかしたんで、うん、もしかしたらこれねあるんじゃないかと、やっていけたらなっていうふうに思っております。うん、なので皆様ぜひ楽しみにしていてください。ということでですね、今日のゲストはですね、浪川大輔さん、スピードル、そしてですね、高橋秀幸さんでした。ありがとうございました。それでは最後にこれでお別れしたいと思います。どれだよ。レッツゴー。ヒーローニュースさんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。